ザスーラ2純一荻のバージョン。私はですね、またあの棚からぼた餅のようにバーンと棚から降ってきましてね、でボードゲームがボッと出てきたんですよ。で1の時でもお伝えしたようなそのボードゲームやったんですけど、また全然違うボードゲームなんですね。で私はですね、サイコロ4を振りました。でそして進みました。で進んでいくとですね、ずっとですね、空がですねバーッと暗くなりましてね、雨が降ってきたんですね。で雨が降ってきた時にですね、私はですね、どうしようかなと思いましたので、バッと惑星が出てきましてね、でもう一回サイコロゴロゴロと振りましてね、でまた進んだんですね。そしたらですね、惑星にブラックホールがバーッと出てきましてね、そこに吸い込まれていったんですよ。でホワイトホールに出てきまして、で旅してたんですけども、それでですね、またサイコロを振って進んでいったんですね。そしたらですね、その惑星に着いたところにですね、隕石がですねバーッと降ってきましてね、すんごいペースで降ってくるんですね。でもこれあかん、これあかん思いましてね、そしたらですね、お助けカードっていうのがありまして、それ見ますとですね、隕石が逆戻りするっていうのがありましてね、それでちょっと使ってみたんですよ。で隕石がガーッと逆戻りしましてね、惑星がまた出てきたんですね。もう一個惑星がここにありましてね、でもう一個惑星が出てきたんですよ。でまあそれでまたサイコロ振りまして進んでいったんですね。でそしたらですね、また隕石がですね降ってきたんですよ。だからお助けカードの意味ないやんって思いますよね。でまあ僕もそう思ったんですけど、もう一回サイコロ振ったんですね。そしたらですね、惑星に飛行機がですねバーッと出てきましてね、で私はですね、その飛行機に乗りましてね、次の惑星に旅していったんですよ。でその旅していった時にですね、惑星がですねバーッと光りましてね、で光ったところにですね、その惑星が光ったところで私はですね、サイコロを振りました。そしたらですね、飛行機が変わるって書いてあったんですよ。飛行機がですね UFO にバーンと早変わりしましてね、で UFO になって飛んでいたんですよ。でその惑星の光ってる惑星の方に行ったんですね。そしたらですね、白い光がですねファーッと振りましてね、で私をこう包んだんですよ、白い光が。で私はですね、そのずーっとそれで旅してまして、またサイコロ振って進んでいたんですよ。そしたらですね、その光の衣をこう身にまとってですね、ガンダルフみたいな犯人になりましてね、で私は光の衣をまといましてね、そしてフォッと棒を持ったんですね。でその棒でですね、ファーッと呪文唱えました。フェンジャーフォーサーズボスフォーサーズビシーッと振りましたらね、そしたらですね、惑星がですねファーッと広がっていきましてね、妖怪の惑星がバーッと出てきましてね、惑星がすごく出てきたんですよ。でまたサイコロフォッと振りましてね、そのまた情景が変わりまして、また自分の自宅でですね、またサイコロ振りまして、でそれで進んでいたんですよ。そしたらですね、宇宙人がですねバーッとその惑星全体から出てきましてね、でその宇宙人に対してですね、ハンダボスボスボルテボスボスボルテボスと喋りましたらね、その宇宙人がですね、ハードバスボールってボトボスボトって喋りましてね、で私はですね、フェイズボールボトボールボトザベシーと喋りました。そしたらですね、宇宙人がですね、ウェーっと飛んでいきましてね、でどっか飛んでいたんですね。でまあそれがザツーラ2のですね